会津若松市の福西本店ギャラリーでは、今会津若松市出身の漫画家一ノ瀬義政さんが描いた風景画の作品展が開かれています。会場には古い建物や只見線など、どこか懐かしく感じる会津のさまざまな風景を漫画用のペンなどを使い緻密に描いた作品25点が展示されています。ちょっと繊細なところまでちゃんと描かれてるところがいいよね。昔おばあちゃんの家に行ったらこんなような感じだったなとかね、そんなようなことを考えていただけたらいいかなと思ってます。一ノ瀬さんの作品展は会津若松市の福西本店ギャラリーで今月22日まで開かれています。